取り組むということは。そうですね、いやでもピアノは弾くのが好きで一生懸命弾きたくてしょうがないから、楽しいっちゃ非常に楽しいですけど。ああ、そうですか。まあ、今度もあれですね、あの展覧会ね、なんかが、はいはい、メインとしては展覧会で、ね、そうですね、そうですね、もう長いこと弾いてきてるんですけど、でももうこの年になったら、はい、その新たな開拓というよりはね、弾きたいものをボンボンこう弾くっていう気持ちをお客さんにこうぶつけたいなっていう、まあそういうことで展覧会で選んだんですけどね。そうですか、はい、はい、それからシューマンの幻想曲も入ってます。これは、まあ、はいはい、非常にあれですね、内省的な曲じゃなかったですか。そうですね、これは実はここ5、6年の間に勉強した曲なんですけど、はい、若い頃からもちろん弾きたくて随分弾いてはいましたけど、リサイタル用に勉強したのはここ5、6年の間で、だからそういう意味じゃ初めて弾くっていうことになるかもしれないけど、でもすごいこう力作ですね。調べていくとベートーベンの没後10年を記念して作曲したっていうことが分かって、ねえ、でもそれを全部取っちゃって、ただ単に幻想曲って名前を何でつけたんだろうなんて考えながら弾いてると奥が深くて大変な曲です。はい、それとあれですね、ご自分の曲もピアノ曲としていつ頃の作品なんですか。ですね、自分の曲を、お聞かせすることがね、はい、果たしていいことかどうなのか、実はあんな曲は人に聞かせるのは恥ずかしいって長いこと思っていたんですけど、この年になってね、はい、こうになるとこうやっぱり過去の自分でやってきたこう積み上げたものっていうのをこう見返した時に、あの曲はやっぱり僕にとっては非常に大事なもんだっていうことを改めて思いましてね、それで自分にとって大事なものだから、これはぜひとも人様に聞いていただきたいということで、それで相当一生懸命作曲してあります。初めでも作曲の方を先行して、まあ、作曲家に在籍はしてました。これで作曲家に全部で5年間在籍してて、その一番最後の年に書いたっていうことなんですけど、でも作曲家なんて当時いっぱいピアノばっかり弾いてましたし、おかげでピアニストになっちゃったみたいなもんで、でもアメリカに行って非常に一生懸命書いていたのの一つの自分にとっての証みたいなもんで、だから、それ以外にも作品は作ってらっしゃったんですか。いくつかね、あるんですよ。クラリネットとピアノのための曲だとか、金管の三重奏だとか、から木管四重奏もあるし、はい、それでちょうど歌と7つの楽器のための曲を書き出して、その曲が動かなくなっちゃったんですよ、はい、書いていたら、そしたらその時にちょうどその僕のついてた先生がいなくなっちゃって、まあそんなこともあってそのままになっちゃって今があるんですけどね。振り返ってみられると、随分間隔空きますよね。そうですね。ご覧になっていかがですか。いや、自分の一つの大事な一面だなというふうに今は思いますけどね。あ、そうですか。いや、あの頃はピアニストになりたくてしょうがなくて、親父が作曲しろしろって言ってたから嫌だななんて思ってた風な考え方も実はしてたんですけどね。あ、そうですか。なるほど。あ、そうですか。やっぱり初めはとにかくでも作曲の方をやりたいという気持ちが強かったわけですね。まあ作曲に行ったらどうだろうということで、はい、作曲に行ったというのが事実だと僕は思ってますけどね。まあたまたま小さな頃に曲を何曲か書いたのが、なんかうちの父親も相当親バカだろうと今は思ってるんですけどとってもいい曲だから、まあ、作曲の才能あるからっていうことで、それで作曲家に行ったんですけど、はい、いやそれは、まあ、そういったあと作品では何でしたっけ入って、一番最初にハイドンの、はい、ヘタン調の変奏曲を弾きます。はいはい、それでその次にシューマンをやって休憩をして、はい、それから僕の曲を弾いて、それから展覧会のようと、はい、そういうプログラムです。あ、そうですね、はい、いやぜひそのリサイタル、いや去年も岡村さんの、はいはい、岡村隆夫さんもね、はいはい、いろいろヘルプされたりしながら、うん、やってらしたんで、はい、いろいろそういう点で、うん、吸収するものも終わりだったんじゃないかなと思う。そうですね、音楽的な意味で非常にこう刺激、いい刺激があって、だから今度もいい音楽が作れるんじゃないかなっていう気が自分じゃしてて、
ったら。すごいエネルギーですね、岡村隆夫さんも。そうですね、本当に85、86じゃなかった。そうですね、で本番の前の日に転んじゃって腕を骨折されて、だからこうやって腕を巻いて出てらっしゃって、でも去年のリサイタル拝見してて、安尾さんのサポートがものすごく彼にとっては大きなあれじゃなかった、支えになってたんじゃないかな。そうかもしれませんですね。去年じゃなくてこの間の5月の初めかな。また今年もやられるんですね。来年なんかあのなんか日にちは押さえてあるようなことは伺いましたけど。そうなんですか、はい、それからあと渡辺さんがあの、まあ、教職にも随分いらしたもんですから、はい、まあ、はい、いろいろ和光堂がその音楽を目指す方もいらっしゃると思うんですけど、はい、うんうんうん、そういった方になんかお話しするようなことはありませんか。そうですね、だから結局皆さんの若者の情熱が音楽畑をこう良くしていくんじゃないかなと。だからね、大いにその情熱みたいなものを燃やして、それを社会にぶつけていってほしいなと思いますね。結局人から言われてなるもんじゃなくて、自分でなりたくてやるんで、食っていくのは大変なんだけど、そんなの情熱でぜひ乗り越えてくださいっていうことを若者には申し上げたいですね。あれ教職の方も去年一昨年2年ぐらい前までいる、去年ですから2015年の3月の末まで、教えて、それでもう終わっちゃいまして、作用ずっと、はい、倉敷作用大学 で、ね、はい、今は名誉教授ってことになってますけど、もう全然行ってませんです、全く関係してないです。皆さんでもこの頃の方はすごいですよね、腕がもうすごい力を持って出てくる方増えてるんじゃないですか。あ、若者でしょ、若者、素晴らしいですね、本当に昔じゃ考えられないですね。ねえ、本当にいろいろ聞く機会が多いもんだから覗いてますけど、またこういうことは下が出たのかと思うことありますね。そうですね、いや大いに期待をしてます。あ、そうですね、うん、はい、はい。